皆さんこんにちは、わだるるいじです。今回は、プレイステーション2のゲーム、天下人をプレイしていきたいと思います。完全に、新規で、初見プレイとなります。では、新規から始めていきましょう。チュートリアルがあるようなので、ちょっとチュートリアル簡単にだけね、見てから本編に入っていきたいと思います。この野村がぞ はい。ということで、3つのチュートリアルプレイ終わりましたので、まあ、基本操作は、理解できたかなと思います。では、この後、本編の方に入っていきましょう。まずは、天下人選択ということで、まあ、主人公がですね、まあ、上から信長、家康、そして、これは雪村ですかね、政宗、あとは、義弘、この5人が選べそうです。まあ、ここはまず信長から始めていきましょうか。行く場所は定めた。では、信長編始めていきます。どうやらこの信長がですね、池田秀一、まあ、有名なシャーの声優さんですね、がこの信長をやってるようですね。声優陣すごく豪華かなと。美濃のマムシと異名を取る武将斎藤道三は実子斎藤義達と激突した。2000の手勢しか持たぬ道三に対して義達軍17000、戦というより虐殺と呼んだ方がふさわしい戦いである。親父殿はどこじゃ。どこにもおりませぬ。村に火をつけて逃げおうせる気か。かかったな、親父殿。マムシの子はマムシか。親も平気で喰らいうるわ。この戦いにて道三は奮し、美濃は斎藤義達のものとなる。たとえ親子でも隙あらば寝首をかき追い落とす、そんな冷酷な下克上の支配した戦国の時代であった。その若武者と初めてお会いしたとき、私はこう思ったのです。このお方はまるで狼、馬を狩り、野をめぐるそのお姿は同じ人とは思えぬほどの気高さ、そして猛々しさでございました。父の道三さえもこの若者を一目見るなり、天下を取り寄るやもしれぬ、そう嬉しそうに笑っておられました。このお方こそが織田信長様、私の誇りたる殿にございます。
どうやら桶狭間の合戦に始まり、最後は本能寺で終わるということですね。で、三つ目の後、四つ目が、これ分岐がありそうな感じがします。では、合戦準備から見ていきましょう。まずは桶狭間合戦ですね。まあ、誰もが知る、信長が、今川義元を撃破した戦いですね。さて、出陣するのは、まず勝家、兵数1500、重騎馬隊だったんですね。で、利家がやりたい、兵数700。で、丹羽長秀、これが、2500の弓ということです。信長は騎馬隊ですね。兵数400とちょっと少ないので、まあ、ここは勝家の重騎馬隊1500、これが頼みの綱になるのかなと思います。まだね、投入できる部隊数が少なく、また選択の余地もなさそうなので、このまま進軍しましょう。近隣との同盟により、高古の憂いを立った今川は、尾張を攻略すべく大軍勢を挙げた。市場を次々と落とす今川勢。だが、信長は敵の手に落ちた城を砦で包囲。封じ込めを狙うが、あまりにも兵力が不足し、尾張、そして信長の命運は今尽きようとしていた。ナレーションもギレンザビをやった、これ銀河万丈さんなんじゃないですかね。シャアがいて、ギレンがいてという非常に豪華な、まあ、天下人の声優陣ですが、では桶狭間合戦ですね。終わり丸根城、丸根砦で、ですかね。戦つか。兄者信長様からかすめ取るは心苦しいが、今の俺は今川の者、許してもらうとしよう。我ら岡崎衆の力、義元殿に見せる絶好の機なれば。仕方ないかと。ちゃんとこの辺りもナレーションで声が入ってるのがいいですね。織田の勢がこちらに向かってきましたぞ。よし、ここらが引き解きよう。義元殿への義は果たした。悪く思わんでくれよ、兄者。今川の先鋒として丸根城を攻略するは松平元康率いる岡崎衆の面々であった。城と兵糧同時に失った信長は窮地に立たされていた。所詮は尾張の田舎侍よの、何たがわぬうつけぶり。この今川に歯向こうてただで済むと思うたか。いかにも義元が小物感満載の風貌で描かれてますね。ここ清須城では織田勢の軍議が行われていた。丸根城の残存部隊の報告に耳を傾ける信長、今川勢の猛攻をしのぐ策を模索していた。敵は我が勢をはるかにしのぐ大軍勢。もはや城にこもるほか策はなしかと。こもったその後はどうするか。今川にその首をおとなしく差し出すつもりか。お主、まさか撃って出る気か。助けが来ぬ以上、他に道があるか。権六殿、では出立ですな。大いをも。え？人間50年。義元は我が砦を落とし浮かれておる。人というもの、己の価値を疑わぬときは、そ
その目配りもおろそかになるものよ。じゃろ、権六。殿、奇襲でございますな。確かに今川の油断につけ込むは今。ぐずぐずするでない。吉本の陣深く切り込むのじゃ。今の会話で言うと、まあ、ゴンロク、つまり、柴田勝家ですね。これと、前田後家、また左衛門ですけども、この関係考えると、お主とかってなかなかちょっと、また左衛門、つまり、年家からは言いづらい、いいのかなとは思うんですが、では、マップの方に入っていきましょう。さて、庭長秀は弓隊のまま送り出してますので、ここは信長の400、勝家の2500、このあたりが、まあ、有効に使える兵力になるかなと思います。利家が敵を引きつけてる間に信長が義元の本陣を突くと、まあ、そういう作戦ですね。勝利条件確認していきます。吉本を打ち取る。敗北条件は信長が討ち死に A になります。攻略の指南としては今川軍を挑発、吉本から遠ざけて、その間に信長の本隊が吉本の本陣に突っ込むと、まあそういう戦いかと思います。ではこのまま出陣しましょう。さあ、ではまずちょっと確認をしておきたいと思います。ここに松平家臣と、あとここに、まあ、元康、つまり家康がいますので、まあ、先に家康、元康、この辺りを撃破するところから始めていきましょう。まあ、本来だったらですね、この利家と家康を近づけて挑発を行った後に吉本の本陣に突っ込むというのが策になると思うんですけども、ここはもう家康を撃破するという、ね、戦いに持ち込んでいきたいと思います。では新聞です。ちょっとね PS2 の画面なんで、見づらいかなというところもあると思うんですけども、ご容赦いただければと思います。勝家の兵数を、2500と言いましたけど、1500の間違いですね。さあここでイベントが発生しそうかな。ただまずは先にもう
家康を撃破するところから始めていきます。殿、都市院匿名が出せますが、ここは匿名出さずに信長がまずはお家芸を発動して一気に家康を撃破しましょう。大輪コブかな、大輪コブを使って攻撃力を一時的に2倍に上げて、家康を一気に叩きましょう。で、勝家もここは騎馬突撃を使って一気に家康を撃破します。さらに長秀、混乱させて一気に家康を叩き無力化しちゃいます。さて、ここで家康を逃さずに倒せるかどうかですね。はい、家康を撃破しましたので、利家を一旦矢倉まで下げて、勝家や信長はですね、一旦本陣に戻ります。矢倉、あるいは本陣に戻ると、兵力が回復しますので、一旦立て直して兵力を回復した後ですね、当初の予定通り、利家が敵を引きつけている間に、回り込んで、義元の本体を叩くと、まあ、そういう作戦に入りましょう。では、信長勝家、あとは槍の利家、そして弓の長秀という、この4つの部隊ですけれども、元の作戦に戻ります。まずは、信長と勝家で、この敵の本陣にね、近づいていくというところからやっていきましょう。それと同時にですね、今川軍の挑発を、利家がここで行います。これによってマップの右上ですね、ここにいる敵部隊がこちらに一気に押し寄せてきましたので、この時にですね、信長は魚鱗の陣に変えて一気に義元の本体を狙いましょう。勝家も同じく義元の本体を狙います。ちょっと川が急な気がするので、これ渡れるのかっていうのがちょっと疑問なんですけど、渡れんのか。さて、ここで敵が逃げていくので、まずは信長に関してはですね、速度 1.5 倍に変えて勝家と、信長ですね、一気に伊達天を発動して追っていきましょう。義元を、信長もここはお家芸を発動して
疾風突撃で敵の移動速度を半減。これで一気に吉本に追いつければ勝機があるかなと思います。欲しい家もここは敵を追いかけていきましょう。まあ、あの足軽の欲しい家が吉本に追いつけるとはちょっと思えないですが、まあ、頑張っていきます。では起爆突撃で吉本にとどめを刺す。吉本の数が400を切ってきましたね。これで勝ちは確定できそうですかね。波動に迷いなし。はい、というわけでまずは桶狭間合戦で、吉本の大軍勢を撃破しました。よろしゅうございますか、信長様。珍しいこともあるものよ。戦の後はわしに近寄るも嫌がるウヌが。父より預かりし者がございます。マムシ殿か。あなた様が今川を破りし時渡せ、そう父は申しておりました。稲葉の山城の絵図じゃ。わしに美濃の国を譲る腹積もりか、親父殿。何とぞ道さんの願いお聞き届けください。言われるまでもないわ。ウヌを家中に入れし時より親父殿の待望は我が望みよ。天に昇るはこの信長ぞ。合戦の後は評価の判定があるんだが、自分の損害率は 3% でレベルも上がりましたね。はい、で、まあいくつかの武具、これも入手してます。鍛錬もできるんだ。鍛錬するとレベルが上がったりするのかな。そのあたりはちょっと確認しておきたいですね。では次回は稲葉山城の攻略戦があるようですが、まあ1戦1合戦で、まあ一つの動画としていきたいと思いますので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。 you